お疲れ様、つみきちゃんありがとう。あよ、小田さんはどっつ。お疲れ様でーす。どうも、風邪ひきました。ちょっと肺が苦しいですけどね。お疲れ。お疲れ様。お疲れ。お疲れ様でーす。おかげさまでミスワン1位取れたので1万円入金がありました。入金というかポイントが悪化したっていうか、昨日の朝起きた時にちょっと調子悪いなと思って、それでですね、悪化したとかそういう感じじゃないけどね。悪化なのかな、どうなんだろうね。リスワンありがとう。皆さんのおかげで取れました。ありがとうございます。ちょっと今日は風邪こじらせるとあれなんで、おとなしくしてようと思います。そうだね、もう喉が痛くて、熱が、微熱なんだけど出ててね、なんか肺とか関節とかがすごい痛くて、あーそれインフルエンザかもしれないから会社行くと迷惑になるよって言われて、彼女に、あーそうだねーっつって、じゃあとりあえず病院行くよって言って病院行ってきた。あー神社クッキーありがとう。肺がね苦しいんだよね、肺が痛い。あと喉がちょっとガラガラかもね。みなちゃんはどつ、いらっしゃい。調子悪いですね。まあ大丈夫じゃないかな。若干大丈夫じゃないかもしれない。辛いね。無理しないよ。家でゆっくり過ごす。エミちゃんいらっしゃい。あ、エミちゃんさ、ちょっとお願いがあるんだけど、いいかな。エミちゃんちょっとお願いがあるんだけど、のんたんの方かわいいでしょ。いい感じだよね。エミちゃんちょっとお願い聞いてくれる？あ、みほいらっしゃい。フェレットの話、あんまりコメントとかで仕上げないでほしいんだよ。のんたんもともと、フェレット飼ってたんだけど、すごい大事にしてて、死んじゃってるから、すごい傷ついてるからさ、あんまりフェレットの話題、のんたんに振らないであげて。すごい傷ついてるから。のんたん、フェレットすごい大事にしてて、全然謝んなくていいんだけど、あんまり突っ込まないであげて。もともとね、前の小手半がね、フェレットの名前なんだよ。死んじゃった。それだけ覚えておいてもらえると。ごめんね、エミちゃん。悪気がないの分かってるんだけど。よろしく。すげえな、エスヤカ。80万も儲けたんだ、昨日。タバコね、1本吸わせて。
タバコ本当はダメなんだけどね。ひどいね、ちょっとね。千葉のいらっしゃい。丸気がないのはのんたんも分かってるけど、あの子繊細だからさ。そうだね、のんたんがあの夕方解放しに来てくれるって言ってた。あれ、パスワード違くねえか。なんかインフルエンザじゃないから明日は行こうかなと思ってる。熱下がったら。そうだ、仕事してないよ。美容師の免許持ってないよ。持ってない持ってない。持ってるわけないじゃん、中卒はもう。持ってないっす。あ、頭痛い。頭がグラグラするよ。ああ。いや、誰でも切れるやん、あんな。おい、若いらっしゃい。単身出て。残り10日間か。センスある。昔からね、器用貧乏なんだよね。何でもパッとできるし、人よりも仕事覚えるの早いんだよ。だけど、なんだろう。すぐ飽きちゃうんだよね。なんか極めるみたいなものが、関心がすぐ薄れるっていうのかな。多分ね、IQ 高いんだと思う。体痛いんだよね。関節とか痛いし、肺が痛いし、喉が痛いし。俺は A 型作業所。うん。そうそう、器用貧乏なの。本当にね、パパッと仕事覚えるし、パパッと、本当ね、覚えるのは能力高いと思うよ。だからね、頭よく見えるんだけど、飽きちゃうんだよね。うん。あと、まあ、仕事っつったらあれだけど、一応、配信でもそこそこ収入あるし、ネットタレント名乗ってるけどね。プロ配信者とか、ネットタレント名乗ってる。ヒルズ族ではないの。ヒルズ族って結構誤解されてるんだけど、六本木ヒルズって商業施設あるじゃん。あそこに会社を構えてる人がヒルズ族って呼ばれてたんだけど、厳密に言うと本当は違うんだよ。六本木ヒルズに会社構えてるだけじゃなくて、ホリエモンとかが住んでた場所あるでしょ。あれみんながヒルズだと思ってるところじゃなくて、隣にあるタワーマンションに住んでる人のことをヒルズ族っていうの。そうそうそう。ホリエモンとか、あとね、ナインティナインの矢部かな、矢部とか、あと誰住んでたかな、あそこに住んでる人のことを本当はヒルズ族って言い始めて、で、その人たちがベンチャーで会社を起こして、ヒルズでその会社をやり始めて、なんかそれがヒルズ族だって誤解されてるんだよね。厳密に言うとちょっとだけ違う。俺はヒルズ族ではないよ。会社は千葉でやってたし。
ヒルズの人たちに可愛がってもらってたのよ。最近めっきりヒルズ族っていう言葉聞かなくなった、そういえば。そうだね。まあ実際六本木界隈の人たちが経済回してたからね、バブルで。あんまりね、でもね、彼女はあくまでリスナーだから、あんまり絡まないであげてほしいかもしんない。申し訳ないけど。なんかあくまで配信者じゃないから。申し訳ない。さてと。ああ、いいよ、いいよ。ひみちゃんが嫌がらせでそういうことしてるの、違うのは分かってるから、俺。それは分かってるから。だから彼女繊細だからさ、減らっちゃうと、嫌がらせで言ってるんじゃないかって、その、疑心暗鬼になっちゃう時があるから。はい、こんにちは。にっくんバーガープレゼントありがとう。あ、そうそう。みんなさ、グッズ欲しい、グッズ欲しいって言うからさ、あ、にゃおさんいらっしゃい。グッズ作ろうと思ってるんだけど、何から欲しいかなと思って。それ聞こうと思ってたんだよね。あ、ジンジャーありがとう。ジンジャークッキーありがとう。グッズ欲しい人いる？グッズ欲しい人手挙げて。ネタじゃなくて本気で、あ、普通に欲しいっていう人いる？なんかあれだったら販売しようかなと思ってて。欲しい？ふっかけていいの？ふっかけていいの？ふっかけていいなら作るけど。欲しいんだ。何が欲しい？でも、まあ、ポリシーは変わってないよ。俺が欲しいデザインのものしか売らないよ。だから作り込むよ。年末なので財布の中身が。いや別に、すぐ買えとかそういうわけじゃなくて、すずりで作ろうと思ってる。ゆうさんいらっしゃい。何作ろうかな。今見てみれば何があるのか。すずり。ちょっと待ってね。すずり見てみるから。すずり。何ができるか今言うね。ちょっと待ってね。今考えてるのは、何が作れるかね。レンマとかは作れない。まず作れるのはね、ちょっと待ってね。グッズを作る。そうだね。ちょっと待ってね。作れるのは T シャツ、パーカー、スウェット、トートバッグ、マグカップ、ノート、スマートフォンケース、ベビー服、赤ちゃんのよだれかけ、スマートフォンの革のウォレットケース、ステッカー、あとブランケットも作れるのと、タオルハンカチが作れるね。そうそうそう。で、一点一点同じデザインで量産するんじゃなくて一個一個作ろうかなと思ってて。いや、インフルエンザじゃないよ。今日病院行ってきた。キッタさんこんばんは。エプマン若つ。何がいいかな。俺はパーカーが欲しいなと思ってんだよね。パーカー。スマートフォンケースいるか？スマートフォンケース買う？みんな。ステッカーはまあ作ってもいいかもしんないね。ステッカーは。
ステッカー作ろうか、まず。ステッカー。ステッカー定番？いくらぐらいで欲しいですか？ステッカー。ステッカーいくらにしようかな。ワン太郎くん大切にネックレス。嬉しいよね。うん。結構みんな。じゃあ、いくらかな。ステッカーね。ステッカー定番だよね。ステッカーいくらで売ろうかな。和銅割り箸。いやいや、あの、すずりっていうサイトがあって、そこで作ることにしてるから。ステッカーサイズ、これ、いくらになるんだろう。いくらまでできるんだ。パーカーはサイズ、サイズはね結構ある。サイズは女の子の小さいサイズからでっかいサイズまである。選べる。パーカーの色とかも選べるの。だから服のサイズはね、あの、いろいろあるから、選べると思ってください。なるほどね。ステッカーから作るか、じゃあ。ステッカーから作ろうか。アドンさんサムネいいなって初めから思ってた。サムネはね、自分でデザインしてるよ。サムネイルは自分でデザインしてる。あと俺個人的にはマグカップ欲しいなと思ってたんだよね。うん、デザインとか好きだからね。好きなんですか。ステッカーからやるか。じゃマグカップも欲しい。ちょっと待って、ステッカーじゃあとりあえず先行販売するか。今ステッカーデザインしちゃうわ。ステッカー2種類くらいデザインする？いろいろやってたからね、自分でもね、うん、じゃあマルチチャレンジやるんだったら才能あると思うよ。なんか会社やってた時に思ったんだよ。会社ってさ、ほら、能力のある人とない人がいるじゃん。ぶっちゃけた話。で、負担がでかいなと思ったの。
あの能力ない人の分も能力ある人が稼がないといけないから、だったら売上高が高くなくても個人、要は年商1億で給料100万円の社長っていっぱいいるのよ、月収が。だったらあの個人事業主で自分の能力だけでやっていって100万円取った方が楽だなと思ったんだよね、うん、だから切り替えた。会社でかくするのは大変だわと思ってやめた。切りねえやと思って、でもね、才能なんか大したことないよ、はっきり言うけど。一番大事なのは才能じゃない大事なのは才能じゃない。玉金が痒くてね。ああ、そっか、ありがとう、来てくれて。玉金痒いよね。T シャツも作ろうかな、どうしようかな。俺的にはパーカーが欲しいなと思ってるから、パーカーデザインすっか。ちょっといろいろいじらないとな。パーカーいいよね、うん、サイトにアクセスできない。なんだろう、いいか何から作ろうかな。ステッカーからまずいきます、手頃なんでステッカーからいきましょう。パーカー買いたい、うん、まずステッカーから作るわ。仕事戻ります。はい、いってらっしゃい。
とりあえずステッカー1枚発売しました。ステッカー1枚作りました。まあまあいい感じだと思うけど、大きさはね、8センチ8センチの大きさだね。ステッカー作りました。ステッカーまず1枚発売しました。まあ、こんな感じでね貼れますんで、もしよかったら買ってみてください。あ、ここにこれいいね、ポストに貼るっていうね、これいいじゃん。もしよかったら買ってください。まあ、これもいいね。ステッカーいいね。ステッカーいいね。車に貼ってもいいね。車に貼ってもかっこいいじゃん。はい、ステッカー作りました。まあ、いいね。ここいいんだよね。結構ね、物がいいって言われるよ。買った人には。これです、どうぞ。ここで売ってるんで、ここで売ってます。ステッカー2枚目作るか。よいしょ。宣伝するか。ツイッターで宣伝します。ステッカーもう一個、和道の異常なゼミナールステッカー作るか。はい、和道2、アッスンいらっしゃい。あれ、ツイートできないのかな。ツイッターで宣伝できないのかな。あ、ステッカーズッキュンしてくれた人ありがとう。ズッキュンありがとうございます。ステッカーにハートマークでズッキュンっていうのできるんで、もしよかったらズッキュンしてください。ステッカーいいね。ズッキュンありがとうございます。ごズッキュンありがとうございます。ズッキュンはちなみに一人で何回でもできるんで、好きなだけズッキュンしてください。ステッカー2個目作るか。ワド、私の偽アカがいろんな枠でアンチコメントしてるみたいだから、もし来ても勘違いしないで。あ、オッケーオッケー、慣れてるから大丈夫だよ、慣れてるから。大丈夫だよ、慣れてます。もしあれこれ本人かなと思ったら連絡入れるよ。お前俺のことディスったって。81ズッキュンありがとうございます。ズッキュン押しすぎだから、みんなみんなズッキュン押しすぎで大変なことになってるから、みんなズッキュン押しすぎだから。ズッキュン押すとこうやってマークが出るんだけど、みんなズッキュン連打しすぎ。みんなズッキュンしすぎだから。
ズッキュン押しすぎだから、みんな。ズッキュンっていうのは、ここにズッキュンっていうのがあるんだけど、これを押すと、こうやって、ズキュン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 って何回でもできるんだよ。で、このアイテム超いいわーっていうことで、ズキュン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 ってできるの、これ。ズキュン、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 ズキュンって。そう。それがいいねボタンみたいなやつだ、これ。みんなありがとう、ズッキュン。まあ、ズッキュンめちゃめちゃ、100個ぐらいズッキュンされてるけど、誰も買ってないっていうね。誰も買ってないっていうね。売れんのか、これ。じゃあ、もう一個作ります。ありがとう、ズッキュン。ツイッターで宣伝したいんだけど、どうやってやるんだろう、これ。やってみようか。あとどのデザインで何が欲しいとかある？どのデザインで何が欲しいとかあったら言ってください。ステッカーもう一枚作ろう。作ってる本人だからね、何でも作れますよ。ズッキュンの数が止まらないんだよね、みんなズッキュンしてるよ。ハンドタオルってどうなんだろうな。プレゼントありがとう、スネオさん。バーガープレゼントありがとう。iPhone5、ベビー。iPhone。マグカップ。スイートってなんだ？トートバッグ。T シャツ。バーガープレゼントありがとう。ハッチプレゼントありがとう。風船10個ありがとうございます。おかげさまで10万円超えましたよ。おかげさまで。バーガープレゼントありがとう。風船10個ありがとう。
イズが、ステッカーのサイズが、ちょっと待ってね、ステッカーサイズが80ミリか。どこだ？ステッカー、ステッカー。あー、これダサいな。これダサいな。なんかさ、ステッカー和道の異常なゼミナール作ってんだけど、これはないよね。これダサくない？どう？みんな丸く切り取られてんだけど、それだったら四角いステッカーの方がいいよね、みんな的には。その輪郭が切り取られてんの嫌じゃない？これだったら四角くなってる方がいいでしょ。どう？和道の異常なゼミナールってなって、こうやって縁取りされてるのと四角くなってるの、どっちがいい？これちょっと俺的にはないなと思ってんだよね。丸く縁取りされてる。これダサいよね。どう？みんなだったら四角いやつと、四角くて入ってるやつと、こういう風に切り取られてんの、どっちがいい？どっちがいい？これ俺的にはないな。キャンセルしよう。はい、ワード2、黒柳さんいらっしゃい。ステッカー作ってんのよ。グッズを今作ってて。ねえ、どんなデザインがいいって言って。どんなデザインがいいか、リスナーさんに相談してたところ。はい、ワード2、ゼリーさんいらっしゃい。ステッカーどうよ。四角い方が良くない？だったらこういうデザインの方が良くない？この四角いステッカー。
こっちの方がいいよね、リスナーさん的に。貼るんだったらこれどう？こっちの方が良くない？ステッカー今ね1個作ったの、ステッカーは。でこれがそのステッカー、もう販売してんの。これインフルエンザではなかった風だったね、うん、これ今販売してるやつね。こういう感じになれる、うん、四角い方が貼りやすいよね、うん、まあバイクに貼ってもかっこいいからね。イケメンだな。四角にすっか。風邪でした病院行ったら風邪って言われました。インフルエンザでは多分ないよって。こうなっちゃうの？こうなっちゃうの？うわ、クソダセーな。あー、ちょっとこれデザイン四角形じゃないとダメだわ。クソダセーわ。ダメだ、縁取りが入っちゃう。四角いステッカーにしないと。今の、これ？これはもう販売してるよ。これはもう販売してるよ、これ。もしよかったらここ見てみて。これはもう発売してます。サイトで確認してください。結構大きめのサイズだね。ダメだな。正方形じゃない、ダメだな、ステッカー。ダサすぎる。ちょっと考えるわ、デザイン。これはない。見てみて。で、ズッキュンって言って、ハートマーク押して。ハートマーク押してください。やっぱ四角いステッカーだな。T シャツ作るか。じゃあ何作ろう、次は何作ろうかな。みんなが買うもんじゃないと意味ねえかな。ズッキュンありがとうございます。パーカーかな、やっぱ俺的には。パーカー作るか。パーカー作ろう。パーカー。
インフルエンザじゃなかった。うん、風邪だった。大丈夫。喉が超絶痛いのと微熱がありますね。微熱が、うん、微熱がございます。残念なことに。あれ、パーカーから作るか。フルグラフィック T シャツ、ウォレット、ウォレット2922かな。2992か、間違えた。2992、ピクセルが合ってる。ピクセルパーカー作るか。
スマホだからスマホ戻ってくると真っ黒で。え、なに、それはグッズ販売サイトってこと？このサイト？ふわっちのこと？スマホだからサイトが重いのか。戻ってくると画面真っ黒で入り直すことになる。何のこと？グッズのサイト？みんな見れてるはずだけど、みんな見れてない？見れてないかな？見れてない？ダメ、見れない。みんな見れてるっぽいよ。多分今アクセス集中しちゃってんのかもね、もしかしたら。見れるんだけど戻ると真っ暗。戻るとっていう意味が分かんないかな。戻ると、なんだろう、戻る、戻るがよく分かんないな。どこからどう戻ると、なんだ、戻る、戻ると真っ暗、戻る。なんだろう、戻ると真っ暗な。なんだろう、戻ると真っ暗って普通に見れないってことかな。どういうことだろう。ふわっちに戻ると米欄は大丈夫。ふわっちの画面が真っ暗ってこと？なんだろう、ふわっちの画面が真っ暗なのかな。ふわっちからすずり行って戻ると、戻ると何なの、画面が見れてないってこと？動画の部分が真っ黒、俺の映像が見れてないってこと？それ多分ふわっちの不具合だな、多分ね。ふわっちの不具合だと思う。俺の顔とかが見えてないってことだよね、ふわっちが。それはね、一回アプリ落とさないとダメかもしんないね。アプリ落とした方がいいかもしんない。入り直したら大丈夫。オッケーオッケー、ありがとう、教えてくれた。ああ、イラストレーター落ちた。ふざけんなよ、イラレが落ちた。データどこ行った。うわ、グッズ作る気なくなった。ああ、グッズ作る気なくなったわ。イラストレーターが落ちた。夜 PC からゆっくり見る。
あのグッズを放送をグッズをうん、うわーへこむわ。イラストレーターが落ちた。ふざけんなよ。マジかよ。マジかよ。へこむんだけど。グッズが今作りかけてようやく完成ってところでデータがぶっ飛んだ。いやマジふざけんなよ。なんだこれ。パソコンがねボロボロだから、もうパソコンボロボロちゃんだから25202992ね。ふざけんなよ。スペックがね、おバカちゃんだからね、もう。へこむわ。せっかくデザインしたのに。闇将軍悪いね。闇が全部悪いからね。でも、うなちゃん帰ってこないね。来年かな、復活は。復活は年またぎかな。将軍が悪いよね、絶対。全部将軍が悪いから。全部闇が悪い。うん、そうだね。やり場のない怒りは全部闇将軍のせいだから。どれくらいのサイズにしようかな。あれ。電話かかってきた。よだれかけ、あれはね、なんかリスナーにね、儲けさせてあげようと思ってやってたんだけど、何を勘違いしてんのか、売り上げ全部俺取り分もらってないよ。なんかすげえなんかディスられて、もう付き合いやめた。リスナーに稼がせてあげようと思って和道グッズ作りたいって言うから、アスキンやっていいよって言ったらさ、めちゃめちゃなんかディスられて、クソだからもうやめてっつって。
俺のグッズも販売やめてっつって断った。あ、また落ちた。ふざけんなよ。なんだよ。なんで？なんで？パーカー作るなってこと？なんで落ちんの？意味がわかんねえんだけど。え、どういうこと？ダメだこれ、一回再起動しよう。いや、重いとかじゃなくて、イラストレーターバツンと落ちんだよね。これ赤いやつだわ。腹立つわ。腹立つわ。へこむわ。マジ結構へこむわこれ。くそ。おい誰だよ、1500ズッキュンしてるじゃねえかよ。ズッキュンしすぎだから、ズッキュンしすぎだから、もうサイトの画面大変なことになってるから。ズッキュンだらけ、ズッキュンしすぎよお前ら、ズッキュンしすぎ、気持ち悪いことになってるから。捨て垢でズッキュンしすぎて気持ち悪いことになってるから、これ全部周りが。やりすぎやりすぎ、ちょろっとやってくれればいいのよ、ちょっとだけやってくれればいいのに、ズッキュンしすぎよお前ら、気持ち悪いことになってるから。一個も売れてないのにどんだけお気に入りされてんだよ、何これってなってるから。なんだこれでしょ。ああ、ベルありがとうございます。やりすぎやりすぎ。すげえな。暇だな、みんな。暇すぎるでしょ。うん。その目玉ズッキュン。そう。これはすずり。ズッキュンした人が多ければ多いほど、こういうマークがつくっていう、そういう仕様なんだよね。すげえな。笑ったわ。ズッキュンしすぎ。サイトよくわかんなくてあちこち見てるうちに増えてってバグってんのかと思った。違うわ、リスナーがいたずらしてんの。おっしゃれおっしゃれっつって。そう、和道のことをしてくれてるってこと、ね、これは。シューティングゲームバリー連打してくれたんだ。アザース、そういうことか。押しすぎ。
インフル大丈夫。予防接種しないんだよね、俺。うん。インフルじゃなくてね、風邪だった。あれ？レイヤーがわかんねえな、これ。あ、そういうことか。ようやくわかった。なるほどね。これで OK だ。神社クッキーありがとうございます。ありがとうございます。体調悪いな。いつフォロワー1000超えた？ね、1000超えたのは前回の配信だから一昨日かな。一昨日1000超えて、で、ツイッターのフォロワーも500超えて、YouTube が150かな。うん、なんか、リスワン撮った日にね、コンボが起こったんだよね。コンボが起こりました。重なって。ジンジャークッキーありがとうございます。ジンジャークッキーありがとう。どうだろうな、このステッカー微妙だな。デザイン気に入ったのだけ出したいよね。
ちょっと微妙だな、やめよう。微妙なデザインになってしまったな。ジンジャークッキーたくさんありがとう。 Thank you。 アザース、昨日エセアカがすごい稼いなの知ってる？なんか100万ぐらいいったでしょあいつ、昨日の放送。100万もいかねえか、50万ぐらいか、手取り。すげえ稼いなんだよ。のんたんがなんかはしゃいでて、なんかエセアカがすごい、エセアカがすごいって言って、ラッシュが来てたよ。ツリーありがとうございますっていうのをさ、あいつありがとうっていうの、ありざいすって言うんだけど、ツリザイス、ツリザイスってずっと言ってて、うるせえなと思って笑ってたんだよ。なんだよ、ツリザイスって。超面白かった。ツリザイスとか言って、ツリザイスとか言って。絶好調だったよ、エセアカ。笑っちゃうよね。なんかツリー100個くらい来たのかな。ツリー1個5000円だから、エセアカに入るのは2500円かな。2500円エセアカに入る感じ。すごいよね。笑っちゃうよね。和道ステッカー第2弾出しました。和道ステッカー第2弾出しました。ラッシュの日2回見たけど、釣りザイスの連呼で笑えた。あまりにもテンション、すげえテンション高かったよね。釣りザイス、釣りザイスってずっと言ってるだけだったよね。なんだよそれと思って。本当にずーっと釣りザイス、釣りザイスって言って1時間ぐらい終わったからね。なんだこの放送と思って。はい、ステッカー第2弾。おい !1900 ズッキュンしてんじゃねえよ。ズッキュンしすぎだって。ズッキュンしすぎだってみんな。もう気持ち悪いことになってるから、ズッキュンが。大変なことになってるから。見る?ズッキュンがやばいんだけど。ズッキュンが止まらないんだけど。もうなんか、荒れてるわ。すずりが荒れてる。気持ち悪くなってるから。やりすぎだよ、みんな。やりすぎ。ズッキュンしすぎて気持ち悪いことになってるから。ぐちゃぐちゃだよ。ズッキュン多すぎるよ。ズッキュン、ズッキュン時刻やめてください。すげえことになってるな。ステッカー2個目作りました。クキザイス!ステッカー2個目こんな感じです。この、ロゴだけのバージョン作りました。ステッカー2個目はこれ。今のところ、グッズ販売してるのこの2つです。和道ステッカーと、ロゴステッカー。この2種類作りました。クキザイス、クキザイス、クキザイス、今んところこの2つです。ステッカー2つで、ね、T シャツ作りたいんだけどさ、イラストレーターが落ちるんだよね。イラストレーターが落ちちゃうんだよね。どうしようかな。3倍ボーナス神社クッキーをプレゼント。ありがとうございます。
何3倍ボーナスクッキー神社ってそんなん、ありがとうございます。クッキーありがとうございます。すげえな、クッキー地獄だ。あれじゃないの、カードの支払いがやばいって言ってなかった？大丈夫ハッチ。和道の放送で破綻しないでよ。3倍とか出るんだ。あ、何これ、ランダムで出るの？ランダムで出るんだ。おー、面白いな。ありがとうございます。花火、本日一発目ありがとうございます。匿名さんありがとう。ちょっと待って、1回2回3回4回5回ありがとうございます。花火ピーヤー、あ、そんなんも言ってたね。マンマミーヤみたいに言ってた。花火ピーヤー。はぁ、だるい。明日までに治んねえかな。明日までに治んねえと仕事になんねえこれ。パーカー作りてえな、やっぱ。もう一回トライしてみる、パーカー。パーカーもう一回トライすっか。パーカー俺も欲しいなと思ってたから。自分が着たいの作るわ。パーカー。T シャツ先作ろうかな。T シャツ作るか、先。ちょっとトイレ行ってくるわ。パーカーいいよね。パーカー作ろうぜ。どうも。パーカー作んねえと。ちょっと待って。もう一回トライするわ。2520299225202992。なんで落ちるんだろうな、それが分かんねえよな。Thank you.
段ずれた。ジンジャークッキーありがとうございます。アリザイスありがとうございます。パーカージンジャークッキーありがとう。ありがとうございます。まず体が重い。ありがとうございます。ジンジャークッキーありがとうございます。3倍ボーナスありがとう。保存しとくか。落ちるタイミング分かってるから。保存。ジンジャークッキーありがとう。どれにしようかな。黄金比使うか。知ってる？1:1.618。あれで黄金比が出てこないな。あれ黄金比どこだ。どうやってダウンロードするんだ。ジンジャークッキーありがとう。
ジンジャークッキーありがとう。ありがとうございます。大丈夫ハッチ、破産しないようにね、破産しないでね、破産しないでください。クッキーありがとう。中央に配置ってどうやってやるんだろう。万太郎いらっしゃい。クッキー100個3000円。おい、野口さんはどつ？いらっしゃい、楽しんでて。金かけたねえ。貢ぐねえ。気前いいね。貢ぐねえ。いいね。ナイスハッチ。男気、男気だね、男気。ありがとうございます。おっしゃ、保存できた、保存できた。パーカーやってみようか、作ってみようぜ。うまくいった、うまくいった。グッズを作る。あ、間違えた。うまくいったかな。音質いいから、あの絡み具合こっちまでも、すまんすまん。申し訳ない。おお、かっこいいじゃん。かっこいいじゃん。いや、いい感じよ、いい感じよ。あ、いいじゃん、いいじゃん。おーん。わ、かっこいいわ、これ欲しいわ。俺これ欲しい。あ、これかっこいいわ。あ、これいいじゃん。あ、いいわ、いいわ。
あ、かっこいい、かっこいい。いいね、いいね。あ、いいのできたよ。いいデザイン。あ、いいのできたわ。パーカーはね、ちょっと待って、今設定するから。ちょっと待って。いや、かなりかっこいい。パーカー6590円。パーカーでもくっそかっこいいよ。くっそかっこいいよ。パーカー今見せるわ、ちょっと待って。いや、これやばい。これ俺買う。これかっこよくない？これめっちゃかっこいいでしょ。やばくない？これ。これありっしょ。これ。かっこよくね？超よくない？どうよ。これは、これは熱いっしょ。わ、これ買おう、俺。これ着よう。あ、これ激熱だわ。これかっこいい。で、T シャツも作った。これ、黒じゃないから、黒じゃないと映えないようなデザインだから。白にしたらアウトだから。T シャツは5750円。いや、これめっちゃかっこいいわ。これ良くない？微妙？これ黒だね、デザインね。黒デザインじゃないとダメだね。あ、これ買おう。これ買います、僕。いいのできたわ。いいのできたわ。ロゴでかいよ。そう。そうかな。ワードを押しまくり？それそうだろ。俺のグッズなんだから。そりゃそうだろ。そりゃそうだろ。でも別にそんなにでかくないんじゃない？うん、もっと小さい方が良かった。いや、こんなもんでしょ。こんなもんだと思うけど。こんなもんでしょ。いや、これかなり気に入ったわ。これはかなり気に入った。いや、こんなもんだと思うよ。黄金比使ったから、綺麗にデザインされる比較があるんだけど、こんなもんでちょうどいいと思うよ。いいじゃん。そこをさりげなく。あ、別にここだけとかも作れるよ。言ってくれたら作るよ。右の胸あたりだけにしてくれとか。
言ってくれたら。でもなんかバンドマンのスタッフ T シャツみたいなの作りたかった俺。スタッフ T シャツとかなんかショップの店員っぽいあるじゃん、なんかイベントごとの、ああいう感じが良かったから、うん、これいいわ、気に入った。うん、俺的にはかなり気に入った。これ買おう、自分で。これ自分で買う。いや、かっこいいわ。指輪とかはないな。今のところ出てるラインナップ作ったやつは、ステッカーとね、これだけだね。ステッカー2種類、パーカーと T シャツだけ作った。ステッカーがこのタイプ、パーカー、T シャツ。で、俺はパーカー買う。これマジで気に入った。パーカーはめっちゃ熱いと思ってて。パーカー良くない？普通にかっこいいんだけど。これ買うわ、俺。うん、指輪とかないでしょ。指輪ってなんだよ、指輪って。こんなところかな。あー、かっこいいわ。いいわ。なんで笑ったん？結構普通にかっこいいんだけど。いや、緑とかでもオシャレでしょ、これ。ほら。緑とかでもオシャレだから。紫も結構ありなんだよ。紫もありだし。ピンクもありだよ。白は、ちょっとデザイン的に対応してないけど、白は潰れちゃうんだけど、うん。何色でもかっこいいと思うよ。シンプルですごくいい。俺は黒買うけどね。指輪の剣で笑いました。自分で振っといて自分で笑うの。普通にかっこいいけど。かっこよくない？黄色は映えないな。黄色ダメだね。黒だな、やっぱ。黒がめちゃめちゃかっこいい。黒だね。黒だね。モニターになってやるから前職遅れ。お前、変えよ。モニターとかやってねえから。いやー、楽しみだ、これ。あ、鼻血出た。ちょっと待って、バンになる。鼻血出た。ああ。ちょっとすまん。鼻血出たわ。忘年会とか？いや、うちわでやるよ。仲いい人誘って。うん。まあ、飲んだんと匠さんとレクチだろうけど。ああ。連絡機ありがとう。ああ。ありざいっす。クッキーありざいっす。ああ。鼻血止まりました。ポモさん風船ありがとう。ありがとうございます。いや、パーカーいいね。いいじゃん、いいじゃん。気に入ったわ。あと、マグカップも今度作ろう。マグカップも。とりあえずこの4つでいいや。これはかなりいいよ。気に入った。超かっこいい。パーカーマジで買おうかな。自画自賛って嫌だよね。嘘！買ってくれたの？買ってくれたの？おー！買ってくれてありがとう。あやかありがとう。はい。
俺に3500円入りました。はい、はい、ボラれた。はい、ボラれた。はい、ボラれた。俺に3500円入りました。はい、ボラれた。高いよ。高いよ、うちのグッズ。3500円ゲット。あざす。和道さんを知ったきっかけはネズミ屋は琴香です。あ、そうなんだ。琴香なんだ。俺琴香会ったことないんだよね、でも。じゃあ、あやか、いいねボタン押しまくってください。ズッキュンしまくってください、あやか。あざーす。いいね。売れた、売れた。でもこれはマジで俺デザイン結構ありだなと思ってるから。うん、一週間ぐらいかな、だいたい。10日、1週間か10日ぐらいに届くと思う。俺も前回そんな感じだったから。ブラック買ってくれたんだ。ありがとう。サンキュー。これはかっこいい、でも。これは結構俺ありやなと思ってるね。俺も買おう。T シャツも買おうかな。どうしよう。ブラック。レッドもかっこいいな。やっぱ黒だね、これは。やっぱこれは黒でしょ。ここは黒でしょ。黒デザインにしてるから。黒基調のデザインだから。黒で正解だと思うよ。ありがとうね、あやか。あざーす。まあ、グッズはね、これはいいデザインだわ。もともとね、これね、和道の異常なゼミナールのロゴって、デザイナーさんがロゴしてるから、しっかり作ってあるんだよ。これプロっぽいフォントでしょ？これね、デザイナーさんが作ってくれたの。リスナーの。あざまーす。嬉しいわ。パーカー俺も買おうか。あと何作ろうかな。マグカップも作りてえな。パーカー2着ぐらい買おうかな、俺。体重やばい、レクチー。今、和道グッズ作ってるわ。和道パーカーができたところ。和道ステッカーと和道パーカーが、たった今売れたところだわ。たった今売れたところ。もしよかったら見て、ズッキュンして。ズッキュンよろしく。体調やばいね、ちょっとね。パーカー、結構かっこいいよ、デザイン。俺も買う。これ俺も着るわ。俺も着ようと思って。
い、ワド2。おい、ゴルゴいらっしゃい。和道グッズ販売中です。はい、美咲ちゃんいらっしゃい。和道グッズ販売中です。バーガーありがとう。もしよかったら見てってください。グッズ作ったよ。グッズ作った。みんな待望のグッズ。はい、ワドツアー、マネくんいらっしゃい。今もう一種類 T シャツも作ろうかなと思ってて考えてるところ。もう一種類作ろうかなと思って。今ちょっと迷い中。もしよかったら URL 貼ってあるから、これ覗いてみて。で、ズッキュン押してきて、ズッキュン。これね。はい、こんにちは。チアさんいらっしゃい。ちょっと風邪っぴきだけど、聞き取りづらいけど申し訳ないね。楽しんでて。あ、これはちょっとあれだな。よくねえな。あ、これダサいわ。これはないな、ちょっとな。デザインって難しいよな。デザインは本当難しい。いいものが悪くなったりするから。ちょっとこれ考えよう。これはないわ。風船ありがとう。これはないわ。今のところこんな感じかな。この4つだな、デザインは。うん、買って買って。ちょい高いけど。俺はパーカー買おうかなと思ってる。うん、風に負けないよ。ありがとう。俺は自分でパーカーと T シャツ買おうかなと思うけど、とりあえずパーカーから欲しいかな。このパーカーはありだと思う。俺パーカー好きだから、パンクスだから。このパーカーありだね。でもこれ間違えないでね、あの白で買うと大変なことになるから、あのデザインちゃんと黒とか濃いめの色ちゃんと自分で選定して、でサイズもちゃんと自分であの選んでよ。サイズも選べるから。ピンクも結構ありだと思うけど、可愛いけど。パーカーがおすすめです。パーカーは僕も買うんで、 T シャツとパーカーはまずパーカーから買うから、お揃いにしたい人はぜひ。これはいい出来だわ。ああ、ちょっと鼻かむわ。
ワド、たくみさんのワド公認グッズとは差別化かかるんですか？たくみさんにやめてもらう。たくみさんにはグッズなしにしてもらう。揉めたから。権利系は全部自分で、やっぱ著作権、肖像権全部自分で握る。あと、やっぱりその、俺の看板でさ、売るってなると、俺が責任持たないといけないから、その辺やっぱしっかりしてかないとダメだなと思って。たくみさんにはね、看板を下ろしてもらう。自分でデザインして売った方がいいでしょ。のんたんにも怒られたんだよね。前に、たくみさん以外の人が売った時に、ワドを応援したくてやってんのに、ワドさんに1円も入らないとか、ファン買う気にならないって怒られた。だからその辺はしっかりやってって言われたね。ワドのこと応援したくて、グッズ買うわけだからって。まあ、そりゃそうだな。そりゃそうだわ。まあ、のんたんの言う通りだよね。のんたんに怒られた。なんか、私、あの子の T シャツ買ったけど、なんか、それで文句言われるのとかめちゃめちゃムカつくとか言って。やっぱこじれるから和道さんに売ってもらいたいって言われた。和道のファンだから和道にお金落としたいんだと。そりゃそうだよな。グッズ買って儲けてんのにね、文句言われたら腹立つわな。ありがとうも言われないんだね。頭痛いな、ほんと。ちょ、ポカリ取ってくるわ。やっぱね、イラストレーターとかフォトショップとかね、結構昔からいじってるな。だからフォントで配置するだけでもね、センスが出るんだよ。例えば、ワドオって文字を書くだけの T シャツ作ったとしても、イラストレーターとか、そういうのを使い慣れてる人、要はサムネとかずっと作ってきたから、差が出るんだよね。例えばさ、3年間俺いじってんのよ。そのイラレフォトショ。素人だけど、独学で。で、どんだけ進化していったか見せようか。まず、和道の一番最初のロゴってこれなんだよ。まず俺和道って名前じゃなくて、高光 .com って名前でやってたの。だから、やりたいことはわかるでしょ。デザインがクソでしょ。デザインがクソなんだけど、あ、なるほどって今のサムネとか見ると、やりたい原型はあるなっていう感じでしょ。要は素人が作るとこうなるんだよ。まずこれが第1弾。で、第2弾はこうなるの。ちょっと、まあ進化したけど、まだクソだなっていう。で、第3弾はこれ。ちょっとずつ変わってきてるでしょ。第3弾。で、こっから、この辺が、もう、ほら、今のサムネの原型がこの辺なのよ。要は写真の切り抜き方を覚えたけど、まだイラストっぽくなってないんだよね。で、その、色の配置とかが分かってないから浮いちゃうんだよ。で、第5弾が、この辺からスキルアップしてったね、だんだん。今のその写真をチェ・ゲバラみたいに変えるっていうのが第5弾ね。で、第6弾は、これの赤バージョンを覚えて、で、この辺からね、多分みんな見覚えあるはずなの。これ結構古くから使ってたやつで、ワドって。これは多分半年ぐらい使ってたね。で、これは多分見覚えある人いる。この辺からだんだん上手くなってったんだよね、やっぱり。この辺。で、まあ、第10弾のロゴで、
ようやくこの原型が完成した。写真気に入ったのと、そのワード。だから今のサムネもこの原型、こっからのバージョンアップなんだけど、うん、こっからだいぶ変わっていったね、うん。これはもう見覚えあるでしょ、この辺から。で、あの、丸のロゴを作り直すっていうのをどん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 やっていくんだけど、だんだん変わっていくんだよね。で、ロゴができたのが16段の時かな。これがロゴの原型なんだけど。で、まあ、ロゴだけの時期もあったよね、これ。これがもう完成したなって。ロゴもかなり上手くなったでしょ。これとさ、要はこれをやりたかったんだよ。こういうデザインを作りたかったんだけど、それができなかった時はこうなってるんだよ。全然違うでしょ。で、あの、こういう配置にしたかったの。ロゴマークを入れて顔写真で、そのサムネに情報詰め込みたかったんだけど、できなくて。今どうなったかっていうと、ここまで来たんだよね。わかるでしょ？これがこうなってるっていう。この、あ、これをやりたくてこうなってたんだなっていう。うん。そうそうそう。やっぱね、いじってないとわかんないんだよ。デザインのここの幅とかも全部計算して作ってんの。黄金比って言って。黄金比ってわかるかな？黄金比っていうのはピラミッドとか建設したりとか、そういうのに使うやつなんだけど、どっかにあるかな？黄金比。黄金比わかる人いる？黄金比ってこれのことなんだけど、この1:1.16っていうこの比率があるの。こういうのを使い始めるの。お、ステッカーとパーカー購入ありがとうございます。見てみようか。売れた？買っちゃった。買っちゃった。はい、ありがとうございます。7500円、売り上げすげえな。売り上げもう1万5000円なんだけど、ボロいな。ボロい商売だな、おいおい、ボロい商売だな。俺7500円稼いちゃったよ。あー、騙されちゃった、詐欺師に。あざーす。すごいよね。1万5000円の売り上げで利益が7500円。どんだけぼったくってんだよっていうね。俺はボルよ。俺はボルよ。ありがとうございます。いいね。でも俺も買うかんね。自分で。はい、犠牲者が増えたね。喉痛い。多分、ノンタンも3枚ぐらい買うだろうね。ノンタンは多分ガチで3枚ぐらい買うと思う。ありがとう。なんかステッカーとパーカーなんだね、みんなね。うん。あやかと全く同じこと言ってる。ステッカーとパーカー買ってきたの後の次のコンビニ決済だからまだ届かないっていうこの流れ。この一連の流れね。さっきのあやかと全く同じこと言ってる。ありがとう、みさき。あ、全然いいよ、全然いいよ。買いたい時買って。うん、いいんだよ、あの、大富豪の FX やってる人とか、100枚ぐらい買ってくれていいんだよ。でもね、ステッカーは別の買ったみたいね。うん。ステッカーは、あの、別々に買われてる。ありがとう、買ってくれて。でもそんな悪くないデザインだと思うよ。うん。本当はね、もっとね、ふっかけようと思ってたんだけど、パーカーね、8000円ぐらいで売ろうと思ってたけど、うん。そこまでふっかけられないサイトだったわ。100万円ぐらいで売ってやろうかなと思って。うん。ありがとう。ネイビーにしたんだ。ネイビーってこれかな。あ、いいじゃん、いいじゃん。うん。ネイビーいいと思う。俺はブラック買うけど。プロを名乗るからにはしょうがない。いや、でもそれ最近感じる、本当に。うん。あの、売り上げ上げねえとなっていうのはマジで感じる。っていうのも、あの、来年から生活保護切るわけじゃん。で、18万は自分で食っていくことできんだけど、あの、やっぱね、食っていくことしかできないんだよ。面白い配信やろうとか、
そう、旅配信の、その移動距離とか全部計算してんだけど、交通費とかも払っていかないといけないじゃん。食っていく最低の金額なんだよ、やっぱ。15枚前後って。鮫島さんは13万でやっていけるって言ってたけど、ここ新宿だからさ。やっぱ13万以上稼いで、やっぱね、25万ぐらいから、結構その、なんつうの、グッズ展開もしたりとか、いろんなことがしながら、なんつうんだろう。できるから、やっぱ手広げていかないと難しいなと思った。この先やってくんだったら。やっぱちゃんとやってかないのよ。プロだったら。あと、そのホームページ代もさ、やっぱ年間1万円ぐらい払ってるのよ。この wado.tv ってやつ。だから今の目標は、ふわっちでは放送で稼ぐんだけど、アフィリエイトでサイトでも稼げるようなコンテンツ出していこうと思ってる。うん。はい、こんばんは。いらっしゃい。いらっしゃい。でもそんな悪くないでしょ。そんな悪くないでしょ。シンプルでかっこよくない？シンプルで。チオワド2。普通に俺欲しいと思ったもん。普通に欲しいと思ったこのデザインは。あの、バランスがいい。ちょうど。なんかスタッフ T シャツっていうかさ、なんかどっかのイベントのなんかスタッフ T シャツっぽくない？なんかライブで売ってそうな感じがしてすごいシンプルで。これは普通に欲しいね、俺。普通に買いだと思う。悪くないよ。自分で言うのもあれですけど。シンプルだよね。ズッキュン押しまくったからね。左に。そうそう、これ面白いところが、この人いいねってやると、自分のサムネがバーって上がってくんの。そこは面白いところなんだよ。このサイトの。だから、その、売名ができるんだよね。このサムネクリックすると、自分で売ってるやつが乗るの。だから、売名ができる。あ、この人こんなの作ってるんだって。面白いっすよ。だから、イラストとか描ける人は、全然、ありだと思うよ。こうやってみんな絵描ける人は、ステッカー作ったりとか、何言ってんの？もう3ヶ月ぐらいずっとやってるわ、俺。猛毒パンダ久しぶり。ツイッターからかな。いらっしゃい。こうやって、これ LINE スタンプ作ってる人なんだけど、この人人気の LINE スタンプの人？こうやって、なんかどん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 自分のグッズ展開できるから、ツイッターからいらっしゃい。だからいいよね。うん。で、笑うのが、これ会社でもやってるんだけど、会社でもグッズ展開してるんだけど、便所太郎さんがやたらね、ピックアップされてんだよ。便所太郎さんのね、T シャツとかがね、やたら上の方に来たりとか、あとワンワンのね、T シャツとかステッカーとかがね、やたらね、上位に来て笑うんだよね。配信者がね、結構ね、やっぱ、リスナーの数多いから、おすすめに乗りやすいんだよ。うん。パーカーかっこいいでしょ？買って。俺のパーカーはね、これ。あ、間違えた。俺のパーカーは、今ね、ちょうど2枚売れたところ。やっぱみんなパーカー欲しがるね。これ、この4つ今出したんだけど、ステッカーと、この四角いのはステッカーで、T シャツとパーカーで。パーカーいいよね。パーカー今2枚一瞬で売れたわ。俺も買おうと思ってる、これは。T シャツも、まあ悪くないよ。もしよかったら買ってください。うん。桃襟のところパーカー先払いでトラブってた。ない先払いって。ここも先払いだよ。だけど、あの、販売してるところは GMO だからしっかりしてるから大丈夫だよ。GMO が売ってるから。要は、俺から買うわけじゃないの。俺はインセンティブが来るっていう仕組みなの。販売してんのは GMO。3ヶ月来ない。それはだから GMO と、あの、やり取りする感じだ。だから取引先間違えたんでしょ。俺でかいところでやってるから。母体が GMO の会社だから。ここはクレーム来たことない。
届くまでね、どれくらいかかるっつったかな、10日ぐらいかかるんだけどね。早い早い、確か10日だったかな。なんて書いてある、出荷目安5日って書いてあるね。だから1週間ぐらいで届くのか。1週間ぐらい、支払いしてから1週間ぐらいで多分届くと思うよ。あと、なんだろう、配送がタイプが選べるね。神社クッキーありがとう。神社クッキーありがとうございます。のんたんが家の前にいるらしい。なんかご飯作ってくれるって。外配信行こうか。じゃあ一回放送切ります。外配信します。お疲れ様です。パソコンに配信切り替えます。お疲れ様です。グッズ買ってくれた人ありがとうね。ありがとう。グッズ買ってくれた人っていうか、もう思いっきり思いっきり美咲と彩香なんだけど和道ギャルズが購入してくれた。うん、一緒に行こう。じゃあお疲れっす。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんねん、もう